皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼ぐ教室集客の法則は、変化の先にある大きなチャンスをつかむというお話をしたいと思います。変化っていうのは、自分が予期せぬところで突然発生することとかもありますよね。それは誰にでも平等に、まあ、もしかしたら自分にとっては不平等に多いのかもしれないっていうふうに思うかもしれないですけれどもね、その捉え方一つで自分の人生の過ごし方が変わるとすると、それはやっぱりチャンスと捉えることができると、非常にいいきっかけになるっていうお話ですね。例えばですね、この間こんな話を生徒さんとしました。家のリフォーム改装しなくちゃいけなくて、まあ、家族で引っ越さなきゃいけないですね、その仮住まいの方に。で、まあ、それを考えるのも面倒だし、どっか他のところに行くのも面倒くさいなっていうお話を聞いたのでですね、私は仮住まいだったらその2ヶ月とかなんかね、全く違う町に住める、しかもちょっとお試し済みみたいな感じでできるから、それは楽しいよねって私が言ったんですよ。だって永住するとなると、やっぱちょっとすごく考えなきゃいけないけど、お試しだったらちょっとこんな街いいかもって思ってた街にちょっと住んでみるっていうことだって全然ありで、まあ実は住んでそっちが良くなっちゃったらそこに永住すればいいんでしょうけどね。そういうきっかけっていうのは、やっぱり家を出るっていうことでもない限りは多分ないですよね。そしたら、こんな街もありかもっていう、まあ仮住まいなんでいろいろ条件とかはあるかもしれないですけど、その街を体験できるっていう機会っていうのはワクワクしますねって私が言ったら、あ、そういう考え方もあるんですね、なんか引っ越し作業って面倒だなって思ってたんですけど、そう思うと街選びが楽しくなってくるかもというお話をいただきました。だから、あ、先生はそういう考え方をするから、いつでも何でも楽しいことになっちゃうんですね、だからワクワクする人生を送れるんですねと言われたりしました。で、この思考っていうのは、私も最初からついてたわけじゃないですよ、全然。最近、そうですね、独立してからですかね、少し心に余裕ができるようになったから、そういう考え方もできるようになったんですね。以前会社で勤めていた時とかはですね、まあどうしてもやっぱり前向きに仕事はしてたつもりなんですけども、やっぱりやらされ感がどうしてもある部分がありましたね。特にそうですね、事務所移転とか、まあ部署移動とかっていうと、せっかく自分が一生懸命やって気づいてきて、ある程度楽にルーティン回せるようになったのに、他の部署とか他の場所とか言うと、また1からとかないしは0からとかになっちゃうと、やっぱ面倒っていうのがありますよね。ワクワクっていうより、やっぱね、面倒っていう方が多かったかな。だから、そのたんびにあーって思う時とかがあったりとかした経験があったんです。だから今思えばですね、そういう今の私の捉え方が過去の私ができたのであれば、そういうものをまたチャンスと捉えて、あ、こういう、じゃあ仕事をこの時に覚えようとか、まあ、そうできたら、もうちょっとまた違うスキルとかが身についてたかもしれないですけどね。まあそれでも転部とかね、当然引っ越しなれば行きますよ、会社員ですからね。でも、いや、すごく積極的に、よし、今度はこの技術を身につけるぞとかいうほど頑張る優秀な社員じゃなかったのであ、そうみたいな感じで、あ、テンション下がるみたいな過ごし方をしてたりとかしました。だから、独立自営になってから、自分で決めることができるようになってから、逆に不可抗力が降ってきた時に、あ、それはきっとこういうことなのかもしれないとか、こういう事象に違いないとか、それを捉えることができると、かなりこう運営とかの糸口をつかむヒントになったりします。例えば、生徒さんの環境が変わって、ちょうど 年代わりとかで、今まで来れてた人が忙しく、例えば幼稚園から小学校とかなのかな、急にやっぱ来れなくなるとこがある。あとは介護ですね、ご両親の介護になる年齢に差し掛かってくるような生徒さんを多く抱えてる、その方はある時ごそっとこういなくなるとか、
転勤族を中心に抱えてる生徒さん構成を持ってるような先生とかだと、転勤の時期になるとごそっとメンバーが減るとか、そういうものを会見した時にどう考えるかですよね。あ、そうじゃないあの層の人ももともと集客レベルで持っておこうとか、そういうことを考えることがもしもできるのであれば、それはやっぱり変化があってチャンスが生まれるっていうことになるので、この考え方はとても重要で、そこで諦めてしまうと終わってしまう。だけれども、よしこうしようって考えると新たなヒントとアイデアが思い浮かんだりします。案外人ってなんかそういう状態に追い込まれないとアイデアとかね、思いつかない時とかがあるんですよね。だからきっとそういう時の話でいうのは、神様から与えられたチャンスだと思って受け取ると、思いもかけないものをやったことによって違うところでブレイクしちゃう人とかもねいますからね。あの、そんな考え方で過ごすと大きな変化もポジティブに楽しく捉えられるんじゃないかなと思いますので、私の考えがどういうふうな形で皆さんに届くかあれなんですけど、ご参考にしていただければと思います。それでは。